アメリカンオーサーズは、アメリカのニューヨーク市に拠点を置く、ロックバンド、アイランドデフジャムミュージックグループと契約している。ベストデイオブマイライフや、ビリーバー、ゴービッククワゴーホームなどの曲で知られる。アメリカンオーサーズのメンバーは、お互いに2007年、通っていたバークリー音楽大学であった。ボストンで音楽を演奏、レコーディングしていた初期の彼らは、 ザブルーページズという名の下で活動しており、アンソロポロジーやリッチウィズラブをレコーディングした。2010年5月、バンドはキャッシュキャッシュのロボッツイン、ハイトップスツアーに参加した。2010年にはバンドはブルックリンに移転した。2010年12月1日、ザブルーページズは初のシングル、ランバックホームを iTunes でリリースした。2012年、グループは名称を アメリカンウォーサーズに変更した。彼らのデビューシングルとなった、ビリーバーは、オルタナティブロックラジオで注目を集めた。セカンドシングルのベストデイ・オブマイライフは、アメリカでは、ローズのイギリスでは、ヒュンダイの CM、コナミデジタルエンタテインメントのゲーム、ワールドサッカーウィニングイレブン2015として使用され、さらに、テレコムニュージーランドの CM、映画、デリバリーマンの予告編。 ESPN の2013年、ワールドシリーズオブポーカーの報道でも登場した。2013年1月、バンドは、マーキュリーレコードと契約した。アメリカン・オーサーズは、2013年8月27日、セルフタイトルのデビュー EP をリリースさせた。ヒット・イットは、テレビゲーム、FIFA14 で使用された。また、ベスト・デイ・オブ・マイ・ライフは、MLB ファン、ケーブのコマーシャルや、 スカイスポーツニュースのマイスペシャルデーのタイトル曲として使用されている。他にも映画ライフやテレビ番組ザ・ヴァンパイア・ダイアリーズのエピソードにも登場する。2013年アメリカン・ウォーサーズはビリーバーで第18回年間アメリカソングライティングコンテストの総合グランド賞に輝いた。2015年にはゴービック・オアゴ・ホーム・プライドがシングルリリースされ、 2016年7月1日、セカンドアルバム、ホワット・ウィ・リブ・フォーがリリースされた。ありがとうございます。